こんにちは、島田香織です。今日は後ろにもう一つ何か書いてみようかなと思っています。少し明るい色、まあ黄色も緑も明るいんだけど、ピンクのお皿で、またオレンジのなんかフルーツの感じ書いてみようかなと思ってます。